はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング部の杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、今日はミニ大谷に来てます。今ですね、ミニのルームミラー越しに撮影をしているんですけど、今日はちょっとこちらの純正のミラーで少し小さいなって思う方におすすめな商品をご紹介していきたいと思います。早速、まあ、取り付けすごい簡単なので、そちらのご説明をしながらご紹介していきます。それではどうぞ。アベモーターズ。はい、それでは早速取り付けていきます。商品としてはこういう商品になっています。ちょっとブルーのレンズになっていて、見た目もスタイリッシュでかっこいいです。こちら何種類かあるので、あのクリアというかブルーになってないタイプもあります。で、もうほんと簡単で、こちらをあのミラーにこうガバッとつけるだけなんですけど、とっても大きくなります。ちょっと注意点としては、ルームミラー内蔵の ETC がついてないとこちら取り付けできないので、こちらだけご注意してください。早速こちら取り付けていきましょう。それでですね、今ご紹介するこちらのミラーは、現在販売中の現行モデルのタイプです。現行モデルと一つ前のモデルは形が変わるので、ちょっとそちらも後ほどご紹介していきます。では取り付けます。一応ですね、裏に両面テープがついてるので、そちらを剥がしてぺったりとくっつけていくんですけど、まずはつけなくてももうガバッとつけていただくと結構しっかりですね止まるので、あのもう全然問題ないです。はい、取り付け完了です。取り付けというのかな、これは、まあ、こうかぶせるだけなので、でですね、先ほどと比べてですね、本当にサイズがもう非常に大きいミラーになったので、とっても見やすくなってます。外した状態だと、はい、外しました。外すと、まあ、多分皆さんついてるものなのでわかるとは思うんですけど、もうつけるだけで本当に大きさが変わるのと、縁がもともとあるんですけど、この縁までミラーになってるので本当に見やすくなってます。で、前のモデルのタイプの対応できる商品もあるので、そちらも今ご紹介していきます。はい、続いて前のモデルです。少し上がオーバルというか丸みがありますので、ご購入の際は皆さんご注意してください。こちらのタイプもですね、ちょっと今から取り付けしていきます。こちらも本当にはめるだけなんですけど、商品としてはこのようなちょっと丸型のタイプで、これはですね、サイドに、挟み込むタイプで、こちらが動きます。で、こちらをガチャッと動かして取り付けていくタイプです。ではちょっと取り付けていきましょう。はい、こちらがこんな感じでスライドして取り付けられるようになってます。なので、こういう感じで引っ掛けて、あ、逆の方がやりやすいかな。逆を引っ掛けて、もうこれで完了です。で、しっかり固定できているので、こちらも走行中に取れるようなことはないと思います。こちらも上の面までしっかりミラーになっているので、非常にこちら大きくなって、後ろが見やすくなっています。まあ、こういう商品もありますので、すごいおすすめです。で、ちょっと、この縁が違うのとかがいろいろあるので、そのあたりもこの後ご説明していきます。はい、ということで、ミニオータ店内に入ってきました。はい、今日は、ミニオータのセールスアシスタントさんにご紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほど動画で取り付けたモデル、ミラーはこちらにあります。さっき使ったのどれでしたっけ？こちら。はい、で、こちらが現在発売されているモデルのタイプで、これ何種類あるんですか？
では、大きくは2種類です。4種類ですね。4種類、はい。何が違うんですか、この3つは。まず縁がプラスチックのものと、はい、ここですね。そうです、はい。あと革が革になっている、こっちがレザー巻きで赤いステッチが入ってるタイプですね。はい。でこっちがブルーのタイプで、はい、こっちは色違いですね、レンズが。そうです。クリアのタイプ、はい、はい。であとは一つ前のモデルはどれですか。この奥の2つ、こちらの2つ、はい、ちょっと上が丸くなってるタイプですね、はい。こちらは何種類あるんですか。これはブルーとクリアの色の2種類になります、はい。なるほど。じゃあいろいろ選べるということですね、はい。で一応現行モデルは2020年3月以降のモデルから、前のモデルは2020年3月以前のモデルの、どのタイプもルームミラー内蔵の ETC がついているミニなら装着ができます。こちらだけご注意してください。はい、ということで今日は、こちらのちょっと大きくなるルームミラーをご紹介させていただきました。概要欄に、お問い合わせフォームがついているので、ご興味ある方はぜひそちらからお問い合わせください。もしくは、ミニ大田、ミニ世田谷、ミニ目黒、お問い合わせいただければご質問をお答えしますので、お気軽にご連絡ください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。それではまた。